1917年の新聞から、タイガー・ラグ現代の演奏による、AT ・ザ・ジャズ・バンド・ボールデビュー曲。1918年の潜在。左から、トニー・スパーゴ、エドワーズ、ラ・ロッカ、ラリー・シールズ、ヘンリー・レガス・ドミニク・ジェームス、ニック・ラ・ロッカは、アメリカ合衆国のジャズ創世期のコルネット奏者、トランペッターで、オリジナル・リキシー・ランド・ジャズ・バンドの首領。最も録音されたジャズ古典曲。 タイガー・ラグをバンドのメンバーたちと共に著作権登録し、録音された最初のジャズバンドと一般に目されるバンドを弾き、最初のジャズ録音物、リブリー・スティーブル・ブルーズを1917年に発表した。ルイジアナ州ニューオーリンズに貧乏なシチリアイミンの息子として生まれる。父はサラパルータ村のジローラモ、ラロッカ、母はポジオレアーレ村のビタデニーナ。 父は立派な職業について欲しいと思ったが、幼いニックは街のブラバンに夢中で、密かにコルネットを独学した。はじめは電気技師として働き、演奏は副職だった。1910から1916年は、パパ、ジャック・レームのバンドの構成員だった。巨匠級のプレイヤーではなかったが、強い唇でソリッドなソロ演奏をしたので、大規模なパレードに参加し、 一日に何件もギグを掛け持ちしていた。1916年、ジョニー・スタインのバンドに何とか入れてもらって、当時の憧れの大都市シカゴで演奏することになる。このバンドがオリジナルディキシーランドジャズバンドとなり、歴史上初の商業的ジャズ録音をニューヨークで1917年に行いヒットし、彼らはセレブとなった。すぐにニューオーリンズの他のバンドが追いかけてきて、 ニューヨークで演奏し始め、ラ・ロッカは競争を嫌がった。トランペッターのフランク・クリスチャンは、ラ・ロッカから200ドルと会議の記者の切符を渡されたよと回想している。ニューオーリンズ出身のアルシード・ヌニエス、トム・ブラウン、ラ・ベイビー・スティーブンスからなるバンドがこの戦いに勝つと、ラ・ベイビーのドラムセットは何者かにより破壊されていた。ラ・ロッカはバンドで英米をツアーし、 1920年代、初頭に神経衰弱になり、ニューオリンズに帰り、音楽をやめ、建設系役業を始めた。バンドには10代のトランペッター、ヘンリー・レビンが入った。デヴインは後に、NBC のラジオ番組、ザ・チャンバー・ミュージック・ソサイティ・オブ・ロワー・ベースン・ストリートのハウスバンドで活動した。1936年ラ・ロッカーはバンドを再結成し、 ツアーと録音で成功した。ラロッカは、スイング音楽の発明者は、俺たちだと主張した。彼らは、ニュース映画シリーズ、ザ・マッチ・オブ・タイムの1937年、劇場公開作、バース・オブ・スイングで、タイガー・ラグを演奏した。うちはもめで1937年に、バンドはまた解散。ラロッカは引退。1961年に、故郷で亡くなる。 ジャズミー・ブルース1917年作、タイガー・ラグは1942年までに136回カバーされた。有名なものは、ルイー・アームストロング、チャーリー・パーカー、ベニー・グッドマン、フランク・シュナトラ、デューク・エリントン、キット・オリー、ビック・ス・バイダーベック、レス・ポール、アート・テータム、ザ・ミルズ・ブラザーズ、ボブ・クロスビーなど。2006年、1917年の録音。 ダークトーンストラッターズボールがグラミーの殿堂入り、ありがとうございます。